はい、どうもエルザです。それでは嘘つき姫と盲目王子やっていきたいと思います。はい、ということで今回はトップからなんですけど、ちょっとね、続き始めたらいきなり物語が始まってしまうので、今回はこちらの方からやっていきたいと思います。ついに二人は魔女の館があった場所にたどり着きました。怪物になった魔女が押しつぶしたのでしょうか。かつての魔女の館は今は見る影もない瓦礫の山になっています。その破壊の跡を目で追うと、少し先に魔女の姿が見えました。怒りに我を忘れ、館の周りの森を所構わずその巨体で押しつぶしています。王子、どうしよう。話を聞いてくれそうな感じじゃないよ。姫は困った様子で王子に問いかけます。そうなんだ。でも大丈夫だよ。大丈夫？一体何が大丈夫なのか。姫はいぶかしげに王子を見つめます。姫はとっても強いからね。え、王子。王子はこんな状況で冗談を言っているのか、それとも本気で言っているのか、姫には理解できず、ただうろたえるのみです。魔女のうなり声と地響きが二人のやりとりに割り込みます。魔女は姫と王子に気づいた様子で、明らかな敵意を二人に向けて近づいてきます。二人が森や魔女の大切なコレクションを燃やした犯人だと知っているようでした。王子、魔女が近づいてくるよ。姫は慌てて王子を連れて逃げようとします。ですが王子は動く様子がありません。姫、今の魔女は怒ってて話を聞いてくれないけど、何とかして落ち着いたら話を聞いてくれると思う。落ち着くってどうやって？ちょっとやっつけるとか？それができれば苦労はしないのですが。しかし王子は強気で続けます。だからお願い姫、魔女をちょっとやっつけて。できるかな。そう言いながらも姫は狼に変わり、巨大な怪物に向かって地を蹴り駆け出しました。さあ、魔女とご対面ということで、ちょっと落ち着かせに来ますか。あら、意外とシビアだったね。木の攻撃っぽいね、枝っぽいね。ギリ、よし、これは的。行こう行こう。ポーズを乗せて、交換？時間との勝負か。意外とどう、おー、乗れてない。あ、これあぶな。まさかのね、ジャンプさせてくれないとかってあるの？マジ
か。あれ超えれないのか。そうなると結構困ったもんだな。結構シビアだね。よし、枝をすりて。あ、ギリギリか。意外とギリギリだな。ギリ。あ、危ない。行こう、王子。おお。あ、ダメか。意外と隙間はあれなのね。これでいける。おお。あ、危な。これも壊して、行こう。とりあえず一発決めたね。ギリギリ刺さりそうだったけど危なかったな。さあ地響きで下げられたね。ワープか。しかもよし行こう。あ、はあ、これでいけるんだ。倒せるんだね。あー、倒さないとダメっぽいね。うわ、めっちゃいる。ここかな。おー、ぴったし。あー、で飛ぶ感じね。で一体ならどうにかできるであろう。さあこのまま進んで、ん？あ、しかも結構テンポ早い。あら、王子、王子。あー、でこれを持ってもらう。怖っ。おお、刺さりそうで刺さらなかった。危な。これを進んで、で王子を、あー、上がってしまうか。だったら王子ここで待っててね。あ、ちょっと早い。おじ、で、トンの、ほっ、よっしゃ、もう一発。あー、まだかー。あー、そういう感じね、次はね。ちょっと王子に頑張ってもらわないとね。いける？うわ、ギリ。危な。王子もうちょい
で進んでもらって、あーで入れ替わりか。お、意外と大きい。離れすぎか。これ多分そうね、高さあるからそれが気になるんだよな。意外と意外と鼻が向いてる向きがね。あ、やっぱそうなるよね。あ、じゃあ先に全部倒してからの方が良さそうだね。か、奥がくせもんやな。よし、オッケー、これでいける。これでんで、これやっ、おお、よかったよかったよかった。危ない危ない、高さ的に不安が残ってたからな。このタイミングで行ってもらおう。あ、ぶつかった。もう一回進んで、よーし。で、王子にワープしてもらって、あ、そっち行くのか。あ、魔女の魔力で狼に変身することができない。まあ、ちょっとそういうこともあるのか。よし。え、それ、あー、届かないね。そしたら、あー、とりあえず王子、逃げて。王子逃がして。あ、こっちも来る。これ、壊せる？もしかして。あぶね。あ、やばいやばいやばい。王子、ギリ。あー、危な。ちょっとダメージ入ったかな。もう一回やってみよう。手段がこれしかないからね、攻撃ね。よし、行けた。逃げてー。よし、飛んでこれた。となると攻撃手段これしかないよね。はっ、おお、クリアだね。よしよしよし。王子と姫は怒り狂う魔女を何とか鎮めることができました。魔女との戦いで猛々と立ち込めた煙がだんだんと腫れ上がります。怪物から元の姿に戻った魔女は
しばらく気を失っているようでしたが、やがて目を覚まし、よろよろと立ち上がります。畜生、大切なものを踏みにじっておいて、許せない。あいつだめ、なんでわかってくれないんだ。魔女は朦朧としていて、少し変なことをつぶやいていますが、その怒りはまだ衰えていないようでした。魔女はボロボロになった魔法の杖を二人に差し向けました。魔法の力が光となって、杖の先端に集まり、鋭く輝きます。その破壊的な力が、今まさに二人に向かって放たれようとしたとき。ごめんなさい。魔女はピクリと動きを止めました。ふん、ちょっと見ない間に、素直な心を少しは身につけてきたのかい？そんなことで、お前たちのしたことを許してやるとでも思うのか。言葉とは裏腹に、魔女からはさっきまでの土器が、なぜか感じられなくなっています。そういやお前は、私に何か用があったんだったね。魔女の言葉に姫は、王子を連れて魔女に会いに来た理由を思い出します。そうだった。魔女、お願い。王子の目を治してあげて。私たち、そのためにここまで来たの。姫のなりふり構わぬ賢明な態度に、魔女は顔を歪めます。その表情は怒りのようにも、愉悦のようにも見えました。へえ。私のコレクションと庭を焼いておいて、よくもそうずうずうしくお願いができるものだ。しかしまあ、私は寛大な魔女だ。お前がそれ相応の代償を支払うというのなら、その願い、聞いてやらんこともないよ。ねぶるような口調で、魔女は言います。どうすればいいの？お前がここに来た理由のすべて、それをもらおうかね。それって姫は嫌な予感に背筋が冷たくなるのを感じました。王子さ、そんなと言っても王子の命をもらうわけじゃないよ。私は魔法の代償に命は取らない主義だからね。姫は少し安心しますが、魔女は代償の話を続けます。お前の王子に関する記憶を全部奪わせてもらおう。それに、姫に変身する魔法も返してもらうよ。ああ、もちろん歌声は返さないよ。当たり前だね。本来なら目を治すのにこんなに代償は取らないんだけどね。余った魔力はお前たちに焼かれた森を治すのにでも使わせてもらうさ。狼のすべてを捧げろと言わんばかりの魔女の要求。どうだい？これだけの代償、お前に払えるのかい？自分勝手で。嘘をついて生きてきたお前が、ただのちっぽけな人間一人のために。姫、狼は考えます。これまでの出来事、王子との旅、自分がしたこと、今まで生きてきた中で、一番深く、深く考え。わかったわ。
その代償を払うから王子の目を治して。狼は王子のために代償を払う決断をしました。ダメだよ、僕のためにそんなことさせられないよ。王子はとんでもない条件を受け入れようとする姫を止めようとします。姫は王子の手を握り、王子に語りかけます。いいの、王子。私は王子の目を傷つけてしまった。だけどそれをごまかして、王子の目を治せば、それだけで王子と仲良くしていいって思ってた。でも、それじゃダメだってわかったんだ。だから、王子、傷つけたり、嘘ついたりして、ごめんね。そして王子が何かを言い返そうとした次の瞬間。取引成立だね。姫と王子に割り込み、魔女は魔法の儀式を始めます。魔法の力の波によって姫は囚われ、王子は弾き飛ばされます。まずはその姫の姿から返してもらうよ。魔女が指をくいと動かすと、あっけなく姫の姿は狼へと戻ってしまいました。もうどれだけ念じても姫の姿には戻れません。さて、次は代償の取り立てだね。魔女が杖を振るうと、狼を覆う魔法の波が力強くうねります。狼の精神はゾワゾワと魔女の魔法の力に掌握されてゆき、意識がどんどん遠のいていきます。姫、音を頼りに王子は狼の方へ駆け寄ります。王子の力では魔女の魔法の力から狼を引き剥がすことはできません。王子は狼の顔に触れ語りかけます。姫、僕も謝らなきゃ。あの時化け物なんて言って、嘘つきなんてひどいこと言ってごめんね。姫の気持ちに嘘なんかなかったよ。姫は嘘つきなんかじゃなかった。姫、姫が記憶をなくして今の気持ちを忘れても僕が覚えてるから。だからまた。そこで狼の意識はほとんどなくなり、王子の言葉を最後まで聞くことはできませんでした。消えゆく意識の中、狼は思います。最後に素直な気持ちで謝れてよかった。王子は許してくれたかな。仲直りできたなら改めて友達になってもらって、それからもっと仲良くなりたかったな。そして狼の意識は真っ白になりました。あるところに小さな王国を取り囲む闇深い森がありました。昼でも薄暗い闇の広がるその森は魔女が支配し、人食いの化け物が徘徊する恐ろしい森でした。森の闇は奥深くへ行くほどに濃さを増し、人々はその闇を恐れ、森の中へ入る者は
ほとんどいませんでした。そんな恐ろしい森ですが、月夜の晩には誰かの歌声が聞こえてきます。いいえ、それは歌とは言えないほどに、ずいぶんと下手くそなものでした。声の主は、狼を思わせる姿の化け物。彼女は毎夜、この小高い岩の上で、寂しそうな声で、月に向かって歌うのでした。なんで私は、歌ってるんだろう。あんまり歌、うまくないのに。狼は時々、とても寂しい気持ちになる時があり、そんな時はなぜかここで歌を歌いたくなるのでした。どうしてだろう、と考えようとしても、記憶に白いもやがかかり、何も思い出すことはできませんでした。なんか、心にぽっかり穴が開いたような感じ。狼の寂しげな歌は、夜の闇の中に吸い込まれるように消えていきました。歌い終わると、あたりに静寂が訪れます。何をするわけでもなく、狼が空を見つめてぼんやりとしていると、不意に近くから物音が聞こえました。よいしょ。狼はびっくりしました。見知らぬ人間が突然岩を登って目の前までやってきたのです。ですが、狼にとっては人間など敵ではありません。しかも目の前に現れたのは肉の柔らかそうな人間の子供でした。最近はあんまり人間を食べる気が起きませんでしたが、久しぶりのごちそうが向こうからやってきたのです。小腹も空いているし、引き裂いて食べてやろうと大きな爪を振り上げました。その爪を振り下ろそうと力を込めたその時、不意にその人間が何かを差し出しました。視界いっぱいに広がる色とりどりのそれに、狼は目を奪われ、振り下ろそうとした手を思わず止めてしまいます。なぜか懐かしさを感じる優しい香りが狼を包み込みました。花？それはいくつもの花が束ねられた小さな花束でした。そうだよ、今までのお返し。そう言ってその人間は柔らかく微笑みました。狼には何のことだかわかりません。また会いに来たよ、姫。その言葉を聞いた瞬間、狼の目からポロリと涙がこぼれました。涙は後から後から溢れ出し、言い表せない感情とともに止まらなくなりました。狼には目の前の人間が何を言っているのか全くわかりません。だけど正体不明の大切な何かが心の穴を満たしていきます。狼は振り上げた爪をゆっくり下ろし、差し出された花束に手を伸ばしました。優しく優しく握られた大きな手の中で、小さな花は静かに揺れました。狼はその場に座り込みます。花束を手渡した人間は嬉しそうに微笑み、
狼の隣に座ります。狼のぼやける視界の向こうで人間の笑顔が揺れました。狼と人間は寄り添い、狼は歌を歌い始めました。それはお世辞にもうまいとは言えない、どうしようもなく下手くそな歌でしたが、人間は嬉しそうにそれに耳を傾けます。これまで月に向かって歌われていたその歌は、今は隣にいる人のために歌われます。それは不器用だけど素直な気持ちがこもったとても温かな歌声となり、夜の森にいつまでもいつまでも響き渡りました。めでたしめでたし。はい、ということでクリアですね。今回で嘘つき姫と桃小路終わりとなります。まあやってよかったのはさあね、ほんと絵本読んでる感覚でできたってのはめちゃくちゃ面白かったなと。まあそうだね、最初の頃から言ってたけど、アクションとかっていうよりかはストーリーをとても重視するという感じです。でいいのがね、画面下見てもらうといいんだけど、王子がね狼の横にいるっていうので音符もちょっと汚くなってるんだけど、まあまあこれもこれで良かったなぁと。まあ失ったものはあるけどね、結果、一番望んでた仲良くなると友達になれるというところは達成できたという感じで、ハッピーエンドになるのかな。記憶が戻ったかどうかはちょっと分かんないけどね、結局分からずじまいっていう感じだったんで、まあまあまたそれはそれというところになるかと思います。ということで、そうですね、今回で、こちらの物語は終了となります。で次回また別のゲームをやっていきたいと思いますので、ぜひ遊びに来てください。それではここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあまたな。